じゃん。変速機問題。今日はこれをちょっと考えていこうと思います。はい、おはようございます。池田です。いろんな場所を走る全地形型に適応させようと思って今カスタムのパーツをいろいろ考えてるんですけども、そこで一つ問題になってきたのがこの変速機周りですね。あのオールテラインバイクっていうことで、まあ、山行ったり舗装路行ったりちょっとスピード上げたり、まあ、全部の、走り方になるべくこう適応させようという遊びをですね今年はやろうと思ってるんですけども、その中でこの前、トレイルライドに行った時に今のセッティングやとギアが足らないっていうことが、あったんですね。でそこからちょっともうちょっと軽いギアが欲しいなと、要するにこう激坂を、登るときにですねもう重たすぎて漕げないということがあったので、それも踏まえて新しいこう変速機を今ちょっと考えているというところです。まあ、ざっくり分けると3等分ありまして、3等分というか3つありまして、まあ主に前ですね、前が関係してくるんですけど、フロントシングルかフロントダブルかフロントトリプルかというところですね。それに伴ってあの後ろの変速機も変わってくるんですけども、今日はですねそのシングル、ダブル、トリプルについてちょっと考えてみ、るという動画になります。では行ってみます。ではですねまずフロントシングルからちょっと考えていこうと思います。今まで使ってきたフロントシングルっていうのが、僕は前が42っていうギアで、後ろが11の42っていうギアでした。なんで一番軽いギアの組み合わせにするとギア比だいたい1ぐらいですね。ほとんどの道はもうこれで対応できて、行けてたんですけど、この前のトレイルライドになってきた場合、それのギア比だとちょっと足らんなという感じです。なんでもしフロントシングルで、全地形に 対応させようとしたら、やっぱりこうマウンテンバイクのワイドレシオなギアが、いいなというふうに思いました。まあ、それは一体何かというと、後ろの変速機がまあ大体10、11、一番小さいやつですねから50を超える位置、51か、島野でこの前出てたんですけど、51っていうのがいいんじゃないかなと。もう要するにもうマウンテンバイクですね、今のマウンテンバイクの超軽いギアまで対応できると。でただ、フロントギアをマウンテンバイクと同様の、まあ、30兆波数30ぐらいでやってしまうと、おそらく舗装路走った時に軽すぎるんですよね。前30、32で後ろが10、11でやってもおそらくちょっと軽い、今のこのギア比に比べるとですね。なんで前をでかくすると、例えば42ですね、で後ろは10の51とか11の51ぐらいにしてあげれば、まあかなり対応できるんじゃないか説ですね。マウンテンバイクのそのリアのギアは、変速機はマウンテンバイクを使って、前の方は主にこう GRX とかロード、シマノの、まあ、105とかですね、ロードに使われているような、ギアにするという方法。これが、あの、ギア問題その1ですね。フロントシングルでやった場合、これええんじゃないかというところです。はい。で、その2、フロントダブルですね。要するに、オールテライン的な使い方をする場合、いろんな地形に対応させないといけないんで、超幅広いギアが必要やっていう感じなんです。なんで、もしフロントダブルで、行くとなると、まあ、まあここですよね。大きいギア、フロントダブルの大きいギアと小さいギアの差をなるべく広くしてあげる、差をなるべく多くすることで、アウターとインナーと使った時にギアの軽さをですねギャッと変えてあげて対応すると、まあ後ろもあればいいんですけども、おそらく変速機の互換性上、フロントシングルみたいにですね11の51みたいなすごい超ワイドレシオにするとですね、
変速機が対応できないんじゃないかなって今思ってますね。今ちょっと調べてるんですけど、なかなかこう対応できそうなパーツがまだ見つかってないんで、もしそれがあればフロントダブルのものが、もうありとあらゆるところにですね対応できるんでいいな思うんですけどね。で、まあ、例えばアウターギアを、アウターのチェーンリング48ぐらいでインナーを30前後、まあ、31とかですねにしてあげれば、かなり、波数差が17兆かぐらいになるんで、まあ、結構いけるな。まあロードの舗装路とか下り坂の時はアウターリングを使って、まあ、トレイル入った時とかはまあインナーリングを使ってあげれば、まあまあほぼどの地形でも対応できるんじゃないかなと思いますね。で、後ろは細かく刻むようにして、ワイドでなくて、なんていうんや、そこまで大きなギアじゃないロードの、タイプ、まあ、11、30とかですね、34とかですね、でやってあげればまあまあいい感じに、対応できるんじゃないかと思いますね。はい、これはフロントダブルの方法、フロントの波数差で、ギアを対応させていくと。3つ目、フロントトリプルですね。フロントトリプルはですね、まあ、こっちのギアを例えば50、40、30みたいな感じでやってあげれば、もう30のフロントを使うってなると、まあ、相当な軽さになるんで、すごい面白い感じになるんじゃないかなと思います。まあ緊急用として使うという感じでやれば結構いいんじゃないかな。まあ、30以下とかもあれば、もう本当にどんなところもですね、もうマウンテンバイクの、フロントの、チェーンホイールになるんで、まあまあいけるだろうと思います。ただフロントトリプルの、まあ、問題点っていうのがあって、現状で、出てるパーツっていうのがなかなか少ないです。フロントトリプルのフランクも、まあ、いくつか、現行品で、ピックアップしてみたんですけども、あるにはあるんですけど、変速レバーとかですね、ちょっと、困るところがあるかなと。例えば、まあ、STI レバーにしたとかですね、油圧にブレーキにしたとかいう場合、ちょっと引っかかるところがあったんで、まあ、どうしようかなと。もしフロントトリプルにするなら、こうバーエンドコントローラーとかですね、にしワイヤー引きの、まあ、今使ってるポールとかですね、これで運用できるようになればもう完璧なんですけど、っていうところです。まあ、若干パーツが少ないと。フロントトリプルの、フロントディレイラーもですね、やっぱりこう波数が限られてるところがあるんで、まあ、11段変速機とかがあればいいんですけどね。なんで、まあ、9段とかかな、9段8段だったかな、8、9、10ぐらいの変速機で、チェーン、なんていうかな、対応変速で、後ろもそれに合わせた変速機にすればいけるという感じですね。はい。なんで、これがフロントトリプルですね。あと、前のギアがちょっとこう、ごちゃごちゃしちゃうというのはありますね。フロントシングルだともう掃除も綺麗にできて、シンプルなんですけども、まあ、数が、ギアの数が増えていくと、このあたりがちょっと複雑になるというところかな。という感じです。はい。これが3つ目の、フロントトリプルでいける説ですね。はい。まあ、どれがいいっていうのは、悪いっていうのじゃなくてですね、まあ、全部いいと思うんですけども、ひとまず今のこの組み合わせだとギアが足りないっていうのはトレイルライドで明らかになったんで、この前僕が行ったところですね。なんで何かこうギアを今変えようとしてるんですけど、まあ、候補はその3つですね。フロントシングルにして後ろをよりワイドに選択できるようにするという方法、2つ目はフロントダブルという方法で、フロントのチェーンリングの波数をの差をなるべく大きくして、一段変速フロント変えるだけで大きくギア比を変えると。それで対応するという方法。で、三つ目は、フロントトリプルですね。ちょっと、操作は、あと構造がですね、ちょっと複雑にはなるんですけども、もう完璧に、どんなところも対応できるというやつ。で、まあ、どれがええんかなというところですね。
一応フロントシングルもフロントダブルもフロントトリプルも今、自転車で使ってるんで、一応それぞれの良さは分かるんですけども、一体このオールテラインバイクとして全地形をこう 軽やかにこう楽しもうっていう時にどれがええんかな。で、まあ変速機はこれで、悩んでるところなんですけども、まあ、もう一つはあのこっちですね、レバーです。 STI レバーを使うとかですね、バーエンドコントローラーを使う、あとは油圧ブレーキにするっていう風に、今後パーツを変えていった場合、互換性っていうのがやっぱり出てくると思いますんで、使えればいいんですけどね。互換性がないと、メーカーが違っても使えればいいんですけど、使えないっていう組み合わせも中にはやっぱりあるんで、どうしようかなっていうところです。はい、っていうので今悩んでると。まあ早めにですね、ギアをちょっと変えてですね、もう一回トレイルライドにちょっと今挑戦しようと、しているところなんで、早めにこう決着をつけたいなという感じですね。はい、ということで、今回はですね、オールテライン的な走り方をする上でギア比どうしようかな問題をちょっとまとめてみました。この3つ、シングル、ダブル、トリプル、まあ、どれにするかはですね、今もうちょっと悩んで、決めていこうと思います。こうしたらいいよとかですね、ああしたらいいよと、こんなメリットもあるよ、こんなデメリットもあるよというのがありましたらですね、コメントいただけると、嬉しいです。では、今日はこの辺りで終わります。どうもご視聴ありがとうございました。